はようございます。フリーライドアドベンチャーへようこそ。今日はコンディション良さそうですよ。休みなしで滑ってんのやばいね、うん、仕上がってるわ。仕上がりましたもう。だいぶね、足腰は、うんうん、1月末ぐらいまで仕上がってるよ。できたわ多分。滑り込みの大切さ的なところはなんでですか。そんなにやっぱシーズン大切なのは、感覚と実際の動きの違い、うん、やっぱ初日からハイシーズンの動きはできない、うん、あと自分で例えばユークみたいにクリフ飛ぶってなったら飛びすぎたりとか、そういうなんか感覚な的な部分も、スピード感覚とか、うん、そういうのもなんか滑りながらだんだんこうチューニングしていく感じ。うん、大体期間ってどれぐらいかかってるんですか、そのチューニング合わせるのに。レベルストーク来たら1、2週間。日本だったら1ヶ月ぐらい。ああ、だよ、やっぱその辺の差があるんだね。滑走距離とかも半端ないし、急だしね、滑走落差も、なんていうの、標高差もすげえ滑るから、クリフもいっぱい飛べるし、その縦の感覚はなかなか日本で、2日目から。ここはもう嫌ってほどあるから、カメロン早いね。コニ君は逆にこう圧接バーンでこう練習したりするっすか。圧接好きやね。カーミングとか、なんかやっぱ基本的にどうやったらこう板綺麗に曲がっていくんかなっていうのとか確かめながら、足どうやって動かしてたかなとか、うんうんうん、点は圧接で調節して、でもやっぱボコボコ滑るのが効くね。前は好きだね。期間はどれぐらい必要、その自分が仕上がったと思うのに、例年と、あとまあこっちで滑り込むと。そうだね、やっぱ1ヶ月近くかかる、一生懸命滑って日本で。でもここだとやっぱ1週間滑って、うわ来てるなって感じてきた。いいですね、いいですね。じゃあ今日はその滑り込みっぷりを俺がおいどりするから。もう1週間経ったから。俺まだ4日目なんだ。ずるいずるい。じゃあよろしくお願いします。でこそこう高まる感じやんね、やっぱ。圧接ばっか滑っててもやっぱ来ないんだわ。なるほどって感じは。なるほど。チューニングはやっぱそういうところで合わせてる感じ。不整地圧接よりも、まあ、圧接で基本をやって、うん、で不整地で合わせていくって感じが。うん。クルーでこう刺激を受ける部分はあるよね、うん、やっぱり。結構メンツにもよって変わるかも。うん。俺と一緒にいると割とこう崖が多くなるっていうのもしょうがないよね。いや、あげられていいよ、やっぱ。メンツもあるかもね。まあ、そうだね。ここ来てよかったっていうのもあるし、メンツも。まあ、誰と行くかっていうのも結構ポイントやね。まあ確かにそれは昨日ドゥルーと滑ってそう思ったもんね。あのリズムで滑れないから、もっと煽った方がいいよ、ユウのこと後ろから。
では本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。もうまとめですね。なんか脳みその方が休まってない感じが、まあ、そういうのも直感的に感じて、今日ダメだなって思う日はあっさり諦めた方がいいよね。だね、結構やばいの何個かあったから、やっぱ必ず怪我とか事故とかする前にそういうサインは必ずどっかであるから、だからそこをこう自分で気づいて判断して、上げていくって感じかな。そうだね、まあ、怪我をしてない、怪我をしない秘訣だよね。俺たち、あんま大きい手がない。そう、幸いなことにね、僕らまだみんなピンピンしてるからね。なんとかね。今日は結構際どかった。今日は怪しいのはあったね。あれは乗せても大丈夫ですか。いいですよ。あ、わかりました。守られてるんで、こうにしよう。そうですね、ありがとうございます。じゃあどうも1週間お疲れ様でした。今シーズンも引き続き頑張ってください。よろしく。はーい、ではお疲れ様でした。